ドリパク、言われた通り3階まで来てやったぞ。うい、イサハヤさん張り切ってるな。うい、ドリパクさんはまだ来ていないようね。うい、このフロアではどっち会社班キハリ。うい、ふざけすぎたね。よっしゃ、早速飛ばしていくわ。はい、演技か。演技得意なんだっけ。歌やダンスほどじゃないけど、私の演技力は水準以上のレベルに達している。自信半端ねえな。お前言っとくけど、前回ダンス終わってんだぞ。お前落ち着いて。一回ミスってんだぞ。いつも通りの実力が出せれば再開ってことにはならないだろうな。本当に言ってるお前。エンちゃん、君には特に頑張ってほしい。パクね。ん、言われなくても私は全力を尽くして審査を突破する。はい、そして優勝したら47のセンターに就任。へえ、しない。今年もボイコットだ。オッケー、ボイコット。けどオイラの DOD は準優勝者もあの世行きになるかも。パクよ。お、そうしたら誰が代理のセンターになるのかな。それはドリパク君だ。知るか、勝手に誰かにすればいい。そうだな、なんだったらオーダーがやるってのはどう。初の男性、しかも着ぐるみがセンターなんて話題になると思うけどね。確かにね。マッキー、オイラは性別を超えた存在。それに着ぐるみじゃない。お前絶対着ぐるみだろ。なんだいそれは、わけわかんない。オイラをからかうとはなかなか侮れない。さすがはレンちゃんパクね。性別を超えたって生き物でもないってこと？おっさんくさいな。天野がいきなり喋り出したぞ。イサハヤレン、なぜアーマでボイコットにこだわるのかしら。ねえ、演技審査か、あんまり自信ないな。はい、アヤちゃんためにどないするんが最善なんやろか。お前まだ生きてたんだな。それじゃあそろそろ、なんか序盤に死ぬイメージがあるな、リトちゃん。ディオディ、デッドユアドリーム。はい、よっしゃ、探索だね。てか前回でファンクソほど増えたんだよね。挑戦者ステータス、あれあれれ、チャルちゃんにこされてる。金もみんなの倍以下。もう頑張るしかねえ。どうかな。じゃあカットしますか。また今回あれだね、かくれんぼやんなきゃいけないんだよね。どこにいんだよあのバカ野郎。よし、あ、いた、いた、いたわ。やっと見つけた。見つかってしまったパクね。まあ、めんどくせえな。これで2度目だね。そう、あと2回見つけたらオイラも念願を諦める。だから頑張れ。しかしそうなったら高橋さんもお店を畳むしかないパクね。誰だよ高橋さん。誰だ。前回の山田さんに引き続き誰だそれ。神戸のふれあい商店街で高橋レコード店を営む高橋陽介さん、62歳だ。あ、結構な年の男性ですね。ってことは高橋さんはレコード店を畳むって話なの。そうですね。そう、パクよ、それもこれもエンちゃんのわがままのせい。なんでそうなる。またその下り。最近の CD 不況はエンちゃんもご存知の通り、高橋さんのお店も火の車。いや、他のアーティストの CD で売れるだろう。ミリオン連発な47関連の CD は高橋さんにとっても生命線パクよ。ところがここ3年で売り上げもだんだんと落ちてて、高橋さんも限界突破だ。知らねえ。つまり私がセンターにならないから売り上げが落ちてるって言いたいのか。そうだ、高橋さんはぼやいていた。レンちゃんがセンターになったら今度の新譜は売り上げ倍増、お店も畳まずに済むって。いや、てかもう新規一点別の店始めればよくね。発想が飛躍しすぎだ。私一人の力で不況をどうにかできるはずもない。まあそれもそうかくね。てかそうです。けどレンちゃんがセンターになったら高橋さんのやる気ぐらいは回復するかもな。知るか。あ、ちょっと揺らいでんだ。ヒュンの歌姫クジアキコならどうしていたパクかね。やめろ。その名前を私の前で口にするな。あー、ぶっ飛ばそうぜ。お母さんならどうしたか。そんなの考えてみたことすらなかった。お母さんなら。おいおいおい、揺らぐな。揺らいじゃダメだ。そしてカットだ。あの二人は確か。何何何。 ありがとうリト。
から、うち前で負ける言いよったら処置せえへん。ぶん殴られるのか。そういうせいか。私、センターになった姿をリトに必ず見せるから。そや、そん意気込みや。あら、ナンバー2じゃない。おはよう。なんで無言なんだよ。今年は去年のようにはいかないわよ。今年の私には親友のリトがいる。ただもう死ぬかもね。それがリトの友情パワーのおかげで今年の私はずっとずっとパワーアップしてるってこと。嘘つけ。くだらないね。くだらねえよ、バカ。なんですって。バッサリやな。バッサリです。人の思いで戦力が増加するなんて、そんなのオカルトね。あ、やっぱシトロイの力でやってくってやつか。そっちの京都の子が私に対して妨害とかしてくるんならわかるけど、リトにそんなことさせるわけないでしょ。いや、お前はさせなくても自分からするぞ、こいつは。うちは別に。嘘つけ。私たちはアーティストなんだ。表現者なら他人の力なんて当てにせず、自力だけで運命を切り開くんだな。それはそうだけど、リトがいたら自力だって倍増するんだよ。じゃあ勝手にそう思い込めばいい。私は全力で君を叩き潰す。去年と同じようにね。宣戦布告ね。いいでしょう、その喧嘩勝ったわ。喧嘩のつもりじゃないですけどね。え、からの普通に話しかける。天王寺、今いいあんたから声をかけてくるなんて珍しいじゃない、ナンバー2。おはよう。マクロワイヤルについて。マクロワイヤルだけどさ、あれってどう思う？悪趣味もいいところね。あんなの大嫌い。だけど有効な手段ではある。なんだこれ。だけど有効な手段ではある。それでも仕掛けるのは断固として拒むのかな。当たり前でしょ。あんなのに頼ったらそれこそアイドル失格だよ。かっこいいこと言うじゃねえか、バカ野郎が。俺より金持ちやがって、バカが。へっ、よし、金もいっぱい手に入れたから、よし、挑戦するか。2400円、めっちゃ減るな、結局。で、アピール一つ増やして、これも買っとくか、一応。アピールの成功率。これでもういけんじゃね？いくか、300円高っ。バカたれ。レンちゃん、いらっしゃい。おいら、レンちゃんのお芝居大好きパクよ。見たことあんのかお前。無駄口はいい、さっさと審査を受けさせて。レンちゃんで印象的なのは女刑事カナリアに登場したヌンチャク使いよ。何それ。いいからさっさと審査を始めないかなんかもしかしたら嫌なことあったのかな。それにあのヌンチャク刑事、シャオロン役は私にとって黒歴史だ。お、あちょー、それじゃ審査をスタートするパク。そんなセリフあったのかな、知りてえな。なんかめっちゃ知りたい、それ教えてくんねえかな。審査スタート。いきましょう。よし、まあ今回は一発いけるでしょう。キャラクターボーナス、キャラクターボーナスぶっちゃけせごくね。マリコさん絶対ないでしょう。まあこれならこれならってなんて、これなら余裕でしょう。ボーナス、これとこれと、まあ最後適当でいいか。これだな、行きましょう。頼むよ、頼むよ。気持ちの赴くまま演じればいいはず、うん、ちょっと待って。頼むよ。セリフの中のポイントをいち早く見つけて演技を組み立てるんだ。どんな勝負でも私は勝ち残る。お前落ち込んでいる暇はないね。だから俺が落ち込むんだっつうの。気持ちの赴くまま、おし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 、演じればいいはず。セリフの中のポイントをいち早く見つけて。お前なんで必ず一発目でこんなことしない。どんな勝負でもは私は勝ち残る。お前完璧かよ。なんで次2回目完璧なんだよ。1回目で完璧にやれよ。お前頼むよ。2回連続で失敗したのお前初めてだぞ。3戦目もなんとか突破できたか。てってれれって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 れれれれ。第3チャレンジただいま終了。4人の合格者よ、おめでとう。はい、どうも。そしてみんなも気になる今回の脱落者は、
47最強最強の作詞、この敗北もシナリオ通りか。カラスマリートだ、来ましたね。天王寺の相棒が脱落か。さて敗者復活なるかな。なりません。演技も満足にできない大根メンバーには恐怖のライブが待ち受けてるパークよ。はいはいはい、スタートデスライブ、レディーゴー。行きましょうか。はい、まあカットですけどね。皆さん行きましょう。はい、カット。二度あることは三度ある、一人のアイドルが地獄に旅立った。そうですね、楽しそうな、なりましたね。あんなドタバタしたのは特にきつかっただろうね。カラスマ、ゆっくり休んでね。またいずれ会いましょう。もう会えないですね。さっきのもそうだったけど、今回も本当にひどい内容だった。結局事務所や運営は私たちをただの使い捨ての商品だと思っている。どうせアイドルになりたがってる女の子なんていくらでもいる。人気が落ちた商品は新しいのと入れ替えればいい、そう思ってるんだ。そして被害者は後を絶たない。夢を餌に食いつぶされる。絶望。この芸能界は本当に腐りきっている。芸能界嫌いなんだね。なんだかレンちゃんの一人語りが続いていますが、番組は粛々と進行するパクね。生き残った4人にはさらなる困難な試練が待ち受けている。コンプリートアイドルになってセンターの座を奪うのはどのメンバーか。生放送はまだまだ続くパクよ。はいはいはい、いつも通りですね。まあどんどんやっていきます。あ、間違ったボタン。あ、ええ、なにこれ。オッケーオッケー。バグったんだけど。てかフリーズ。さあ番組再開だ。この第4チャレンジではお前らの魅力を審査するパクよ。来ましたね。ファンの数でも競うのか。違う、今回は選挙をするパクよ。はいはいはい、はいはい、同じです。そこで次のだし、もうカットするぞ。もうどんどん飛ばすぞ。冗談じゃない、ファン投票ならまだしも、メンバー同士で選挙なんて。それがね、もう今まで何回もありましたよ。そんなチャレンジ誰がやるものか。あなた今まで散々参加しましたよ。チャレンジをボイコットするなら失格とみなしてデスライブパークよ。すみませんでした。契約もしてるんだ。番組が終わるまではオイラのやり方に従ってもらう。やばいやばい。説明を続けるパクよ。選挙活動は、はいはい、手飛ばすよ。さんのことだけは何としてでも秘密を守り通さないと。私が生まれて母さんが死んだ時は凄まじい報道合戦だったらしい。あ、ってことは存在がバレてねえってことか。歌姫の突然の出産、そして死亡なんて確かにとんでもないスキャンダルだ。連日にわたって父さんはマスコミに追いかけ回されたと言っていた。クソだな本当に。当時岩手で道場を営んでいた父さんは騒動から逃げ隠れるため長崎に転居した。 お母さんにハードワークを強制した事務所は不祥事をもみ消すのに奔走したらしい。ほんとクソだね。政治家まで使ってマスコミをコントロールして1年後には報道も縮小していった。こういうの聞くと本当に芸能界って怖えなと思う。あんな騒ぎを再燃させちゃいけない。本当にあるか分かんないけど、ね、オイラが合図するまでは自由に選挙活動。はい、分かったよ。お前らの選挙。オッケーオッケー。まあがっつりやっていくわ。がっつりカットだな。てかここにもね隠し部屋があるらしい。これみ、いや、そっか、左上だね一番。あと隠れ鳥パクも探さなきゃいけないんだな。時間がねえよ、買収する暇ねえじゃねえか。でもさ、みんなまあまあ好きなんだよね俺のこと。だから大丈夫じゃねえかな案外。まあ、とりあえず今のうち行かなきゃな。よし、ここにいるらしい。どうかな。もうこのエリアだと適当に探してる暇ねえから、ちゃんと攻略を見てきたわ。毎度のことながら鋭い洞察力パクね。攻略を舐めるなバカタレが。お前の望みもついやるってわけだね。あ、確かにそうだ。本当にレンちゃんは極悪非道の冷血娘パクね。せえな。いくらなんでも言い過ぎだろ。少しは言葉を選んでほしいの。
センター目指して血の滲むような苦労をしているメンバーもいるのに。確かにそれはあるな。レンちゃんのわがままはそんな子たちの努力を嘲笑うかのような行いだ。いや、何を言い出すんだ。藤もなみちゃんは47のオーディションを4度も落ちて高校受験も失敗。いや待って、オーディションは仕方ない、高校受験は自分の努力だろ。小木のりこちゃんは47のオーディションを目指して過激なダイエットで入院。それは関係ない。夢を目指して、だけどその入り口すら越えられなかった子たちは他にもいっぱいいる。レンちゃんはそんな子たちの屍の上に立っているパクよ。いや、そんなこと言われたらみんなほとんど全員のアイドルにそうだろ。関係ない、そいつらは自己責任で人生をしくじってるだけだ。麻生ふもとちゃんのこと覚えている、パクか。誰だ麻生。チームパッションで一緒だった子だ。忘れるはずもない。誰だ。この間ふもとちゃんはネットでつぶやいてた、パクよ。今年の DOD でレンちゃんがセンターを受諾する姿が見てみたいと。わお。ふもとちゃんは親御さんの介護のため夢を諦めて引退したパクよね。ああ、それは悲しいな。麻生、ガッツもあったし、センターへの執念が人一倍強い子だったな。ああ、その夢を諦めたのか。レンちゃんの行いはみんなが食べたい夢の果実をゴミ箱にポイ捨てしてるのと同じ、あんまりな所業パクよ。 うるせえなこいつ。夢をゴミ箱に。みんなごめん。おは、どんどんやっぱ由来できてるっちゃ由来できてんな。まあとりあえずそんなことはどうでもいい。そんなことはどうでもいいんだ。俺はクリアしなきゃいけねえんだ。待ちに待った投票タイムがやってまいりました。はいはいはい。お前らの清き一票を投じやがれ。結果はすぐに発表するパクよ。よし、とりあえずね、天安屋にね、買収してきた。たま、とりあえず天安屋でいいのかな。天安屋ですか。これで俺に一票も来なかったら天安屋殺すかんな。投票結果が出たパクね。はい来た、はい来た。うおー。全員俺、やっぱみんな俺のこと好きなんだな。やべえ、これはこれは暴露アイルしてこなくてよかったな。自力で金貯めたからな。面白い結果が出たもんだ。この企画は大成功だったパクね。誰が死ぬんだ。実力もない。どっちだ。人気もない。ないない尽くしのどん底アイドルは過酷な宿命を背負った禁断のアイドル、茅ヶ崎千春だ。ここで千春ちゃんか。久早さんもいるし、簡単に優勝できるとは思ってなかったけど、まさかこんな形で脱落しちゃうとはな。いや悲しい。なんか今度こそ奇跡は起きてくれるのか。起きません。それとも四度目の地獄行きか。決定ですね。テスライブレディーゴー。もうここでカットしちゃうか。カット。敗者復活は失敗か。そうですね。4人目の犠牲者が出てしまったパクね。出ましたね。今頃マリヌーたちがお出迎えしてくれてるかな。わかんないですね。扱いされて事務所にとって茅ヶ崎はもう様子見ってことなのか。そういうわけじゃないでしょ。茅ヶ崎千春。お、あなたの名前を私の心の辞書に登録したわ。こいつなんかいちいちなんか中二病みてえだな。心の辞書って初めて聞いたわ。最高のライバルよ。いつからライバルになったんだよ。あいつとはもっとちゃんとした形で決着をつけたかったな。なんかみんなやっぱ惜しんでるね。またの機会があるならその時までお預けね。チームハッピー全身なら。それじゃあ後半戦行ってみようか。後半戦ですね。この司会者は算数もできないのか。はい、それは言うな。チャレンジは5つで今4つ目が終わったところでしょう。とっくに半分以上は消化してるじゃないか。違う違う、第4チャレンジの後半戦って意味パクよ。お前らはもう一度投票するパクよ。ふさわしくないやつね。でも後半戦は前半戦とはルールがちょっと違う。今回の投票では最終チャレンジに進むのがふさわしくないやつを選べ。はいはいはい。もちろん今回も自分で自分には投票できないパクよ。二度もこんなくだらない選挙ごっこをやらせるつもりか。そして拒絶すれば
あのみっともない罰ゲームに強制参加だと。この番組は私たちの何を試しているんだ。試してるわけじゃないと思うよ。閉塞の心か、それともストレス耐性か。知らん。俺らが見たいのはあらゆる困難を乗り越え、そして光り輝くアイドル、コンプリートアイドルパクよ。こいつ本当にそう思ってんのかな。適当言って話をそらすな。今年の DOD はオイラが全てを決める、オイラがルールだ。文句があるなら優勝してから言うパク。うぜえこいつのこの動き。それに今度の選挙はさっきのよりずっと簡単。自分以外の2人のうちダメな方を選ぶだけ。はいはい。人数も減ったし、長所より短所の方がチェックしやすいパクね。おくだらない選挙ごっこなら、お前らだって D ランキングで毎度やってるだろ。あ、確かにそうですね。何を今さら実力主義のアーティスト面をしてやがる。この声の方俺好きだな。身内で投票させてやるだけ俺の方がよっぽど誠実ってもんだ。確かにそうかもしれないですね。何も言えませんね。はいはい、だったらさっさと始めちゃいましょう。いさはやれん、あなたの抗う気持ちはわかるけど、今は信仰に従いましょう。仕方ないのか。それからレンちゃんとのかくれんぼはこれあったな。これで最後か。よかった。オイラを見つけりゃボイコット成立パクよ。オッケーオッケー、わかった。お、そのポーズ。そろそろ始めるぞ。ディオディゲットユアドリーム。いきますか。じゃあ攻略見るわ。よし。はい、ミッケーバーカ。攻略見ればこっちのもんなんだよ。一発で一発。これでボイコット成立か。これなんか裏クリアみたいなのかな。これもさすがはレンちゃん、かくれんぼの実力も47ナンバーワンパクね。いやいやいや、攻略の力ですよ。これで私の勝ちだな。約束通りセンター権は今年もボイコットだ。優勝したらそうしてくれ。優勝してもらうからな。レンちゃんが優勝したら10歳の少年ファン野村レン君も喜ぶパクね。うんうん、10歳の少年ね。レン君。お、ってか名前同じだな。レン君、生まれつき重い心臓の病気なんだ。3000万人に1人の難病。マジか。レン君はレンちゃんの大ファンパクよ。同じ名前だしな。名前が同じだから。それもあるけど、生まれつき病院暮らしのレン君は元気なレンちゃんに憧れてる。孤高なレンちゃんから勇気だってもらってるんだ。そうなのやっぱどんどん由来できてるね。レン君の病は成功確率 5% の難手術で治るよ。無理だ、それ無理じゃねえか。ほぼたったの 5%。 そしてレン君は決意した。この DOD で諫早レンが優勝したら手術を受けると。え、てかこれ優勝したら会いに行けばいいじゃん。そうかけど、たとえ成功してもこのままじゃレン君の笑顔は見られないパクね。おいおいおい、やめろ。なぜ。レン君からの手紙を預かってるパクよ。こんな揺らぐわ。大好きなレンちゃんへ。本当なのこれ。僕は今年のパーフェクトライブでレンちゃんがセンターになる姿が見たいよ。レンちゃんがボイコットしてるのは知ってるけど、理由がわからないよ。喋り方よ。わからないよ。レンちゃんのセンター姿はきっと誰よりもかっこいい。絶対に最高だよ。最高だよ。完璧主義のレンちゃんはまだ自分がセンターにふさわしくないと思ってるかも。いや、それはないね。けど安心してください、レンちゃんは47最高のメンバーだよ。だから今年こそはセンターになってください、野村レンより。ああ、これはなるしかねえな。俺はなるしかねえ。レン君にはお母さんがいないパクよ。どんどん追い詰められる。何、いつも寂しいレン君の唯一の励みがレンちゃんなんだ。そうだったのか。私と同じでお母さんが。どうするよ、
俺は悲しいぞ。純粋な少年ファンの願いを叶えるのもスターの大切な役目だと思うパクけどな。どうするレンちゃん、うん、願いか。頑張れ、俺はもうなってもいいと思うぞセンターに。あれあれ、あ、かくれんぼ勝利、やったやった、や、いや、やった。とりあえずここ合格しねえとな。まあとりあえず買収しに行くか。本当に奴一人の意思でこの番組の全てが決められているというのなら、私はあの司会者を絶対に許せない。もうなんか戦う決意してんな。 POD でペンを持つとしたら画力対決だと思っていたのに、まさか投票とはね。ほんと許せないよね、あのおっさん。いやいや、あいつおっさんかわかんねえよ。呼び出し通り集合したパクね。おっさん来たぞ。共闘か、結託か、はたまた三つどもえか。それでは投票を始め。まあまたね、天安屋のこと買収してきたからね。まあ俺には来ねえだろ。まあ俺は天安屋に投票するんだけどな。投票するだけよ。行くか天安屋、お前だ、頼んだぞ。そして俺には投票するなよ。はい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 、よし。俺無敵じゃね。しかもね、彼めっちゃあんだよね俺今。なぜかわかんないけど、まあ、1万ぐらいあるわ。これも完璧だね、完璧に勝ったわ。選挙速報、楽しんでもらえたパクかな。仲間から無能の烙印を押されたスクラップアイドルは欺き続けてもう1年、西ロペ天使天王寺彩香だ。ごめんなって。私もセンターは取れなかったか、調子は良かったのにな。ごめんな。仲間に捨てられた哀れなメンバーにさらなる試練を与えるパクよ。デスライブレディーゴー。カット。ここは階段の部屋か。もうめちゃくちゃ着々とやってんな俺。いやさあ、これで真実か。とってもエキサイティングだった。セッパーか。今回も安定のクオリティ、いつも通りのハイレベルなデスライブだったパクね。私は天王寺に一定以上の敬意を抱いている。おあの罰ゲームはそれを踏みにじるような内容だ。今のもお前が考えたのか、ドリパク。そうパクよ、デスライブは全部オイラの著作物。うん、事故多いけどね。お前のダサ作に出演させられた子たちは実に哀れだね。さすがに同情するよ。おい音声、あやばい、ちょっとマイク切れや。ここでだいぶ真実聞けんだよね。おいそこの小娘、さっきから人のこと小バカにしすぎじゃねえのか。お前人じゃねえだろ。お前に言われたくないね。てめえの出場を隠してこそこそとした人生生きやがって。やめろ。何だと。藤あき子が生きてたらてめえの生き様に呆れ返ることだろうよ。怖えなこいつ。その名を私の前で口にするな。母ちゃんの敵討ちで芸能界に復讐すんのがてめえの夢か。やばい、これは殴り合いになるぞ。そんなに憎いか、母ちゃんの人権を踏みにじった芸能界が。いやでもそれは誰でも憎いと思うよね。それが普通じゃね。あのさ、てめえのそれって単なる自己満足だろ。せいじゃん、まあ、人間じゃないくせによ。だってよ、母ちゃんにも父ちゃんにも女の頼まれてねえよな。やばい、なんで後ろ姿しか見えねえんだ。アイドル人気低迷させて妖怪の意識改革を図るなんて、いくらなんでも夢物語だ。てめえもそいつを自覚してるよな。本当は楽しいんだろ、ドキドキなんだろ、ワクワクだよな。ステージに立ってライトを浴びて思いっきり実力出して、でもって最後は万雷の拍手だ。こんなに気持ちのいい体験他じゃ難しいよな。難しいっすね。しかもちょっと怖いっすね。注目の集まる舞台はボイコットだ。気楽で笑いが止まんねえだ。さっきはレンちゃん一言も喋んないけど、
喋んないよ本当に怖いよ。どっちもけどよ、本当はもっと試してみてんじゃねえのか、てめえの実力を。パーフェクトライブの大舞台でてめえの天井がどこまで高いのか、母ちゃんが登り詰めた頂から見える風景がどんなもんなのか、それを知りてんじゃねえのか。うるさい。おうるさい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 んだよ。怒ってる顔してねえけど怖えや。それじゃあ上の階に進むパクね。何これ。ウエちゃんには最終ステージに進んでもらうパクよ。今までで一番怖い時間だったわ。なんだ今の。俺いたくねえ場所だわこういう場所、ああいうやつ。館の最上階か。ここで最終チャレンジをやるんだな。トップ二人が立ったよ。司会者人間なのかどうかさえよくわからなくなってきた。いや、今はあんな奴のことを考えている場合じゃない。47のアイコンがどちらなのか、これでやっとはっきりさせられるわね。確かにこれは頂上決戦だな。47のアイコンか。残念だけど私はそんなものに興味ないな。さあいよいよ決戦パクね。ファイナルチャレンジの審査内容は歌合戦。はいはいはい。彼は同じステージで同じ歌を歌うパクね。わかるよ。最後はちゃんとしたチャレンジができるんだね。歌い終わった段階でさあ、オッケーオッケー。特別ルールと、はいはいはい、というわけ。はいはいはい、わかったわかった。ここもあったね。仮に今の映像の内容がお前の言っている通りだとしてだ、こんな重大な不祥事を起こしたら47はもうおしまいだ。願ってること叶うじゃん。関係者は逮捕されて47の活動は休止になるし、センター権も無意味になる。この DOD 自体に意味がなくなるってことだ。なぜそんな真似をする。オイラが見たいのはコンプリートアイドル誕生の瞬間パークよ。誕生してすぐ終わるじゃん。技術や才覚の全てをかけ究極の生存競争を勝ち残った真実のアイドル、それがオイラの理想とするコンプリートアイドル。いやもうちょっと左のレンちゃんのパンツ見えると思うな。オイラのプロデュースでそいつを生み出せるんなら47なんてどうだっていい。最低だな。現に今オイラは興奮の極みに達しようとしているバグで。気持ち悪いぞ興奮の極みって。こいつどこまで行かれたやつなんだ。私なんかよりこいつの方がよっぽど芸能界を叩き潰す存在じゃないか。もう見た目やべえもんな。私はこいつをどうしても認められない。殺人を信じるか信じねえかはお前らの自由だけど、番組は完走してもらうパクよ。そこにステージが用意されているのなら私はただ歌うのみ。出たそのポーズ。ここまで来たんだ、私も途中で降りるつもりはない。コンプリートアイドルとやらの誕生なんてどうだっていい。私は勝って脅迫罪でお前を警察に突き出す。こいつどうやって、こいつ人間じゃねえからどうなんだろうね。決戦のステージはすぐ隣だ。扉を開けたらファイナルチャレンジスタートパクよ。オッケー、見てこの金の量。よし、まあ、とりあえず一番有効なファンを増やすことだな。5万人も増えれば最高だろう。最強じゃね。これでアピールの成功率、まあ、これも買っとくか。で、あと890円、めっちゃ買えんな。あと10円足りなかった。はいやー、はいやー、やっちゃったやな、これ。よし、行くか。8万5000円見たことねえ量なってね。すげえな、今気づいたわ。化け物だな勝ったろ、これ。あ、パンティー見えた。あ、ちょっと待って姫ちゃん、これ見えてね。テレビの前のお前ら、いよいよオイラの DOD も最後のチャレンジだ。過激すぎる内容に、はいはい、当局の堪忍袋の尾も切れちまったらしい。はいはいはい、はい、放送休止が実に14曲。半端ねえな。まあ飛ばすか。オイラたちはデッドヒッピーさんやれん。おはよう。旭川姫、こんばんは。最後の最後まで全力全開、全速力で突っ走るパクよー。
というはドリーム。いやこれレンちゃんバージョンのあれ歌える、あれ歌えるじゃねえ、歌あれ聞けるんだな。なんかこれテンパってきたな。これね、これ地味に楽しみなんだよね。曲名知らねえけどこの歌聞くの楽しみなんだよね。みんなの絶対うめえよな、レンちゃん。よし、あそっか、俺がやらなきゃいけないんだ。やるか。待って、ファンの量圧倒的だな。勝ったな、これ。アイテムボーナスもあるしね。はい、行きましょう。でもテンション低いな、若干。ちょっとこれってさ、ミスりやすいってことなのかな。あ、様になってる、様になってる。でもダンスが似合わねえな、可愛い系の。ノーマルにしとこう。普通に見たい。初めて歌う楽曲だけど、早速成功だ。なんか、え、印象全然違う。全然レンちゃんっぽく見えねえんだけど。初めて歌う楽曲だけど、え、すげえ。テクニックで振り切れる。はい、いいですよ。普通に見入ってますね、私。よし、これだ。イエス。あ、いいですね。初めて歌う楽曲だけど、あ、テクニックで振り切れる。俺がイエスって言ったらミスった。いよいよ、これもこれにちょっと打ちこう。 OK、 やっぱ俺のせいだな、さっきの。勝ったね、完璧ですね。決めてくれ、最後はかっこよく、かっこよくな。ここで一気に上げる。オッケー。かっこいい。パンツは見えない。ありがとう。ありがとうはちゃんと言うのね。さすがしっかりしてる。うん。俺何様だ。お、来た。100。圧勝じゃないかよ。もう2倍ぐらいの差あんな。すげえ。完全燃焼できた。お疲れ。レンちゃん最高。やばい、待って、姫ちゃんもろ見えなんですけど、その衣装やめた方がいいんじゃねえの。前人未到の4連覇達成。偉業の瞬間に立ち会えて、おいらは幸せ者パクよ。あ、そこ4連覇か。全力が出せた。これまでで一番のステージだった。一回ミスってるよ。でもそして最後の最後でこけちまった。哀れな敗者は北の大地が生んだ天然のラブマシーン、旭川姫だ。諫早蓮という壁は永久氷壁よりも固く分厚かったということね。ちょっと何言ってるか分かんないですね。警官隊が押し寄せる前に、パンツめっちゃ見えてるね。やることはきっちりやっておくパクよ。生還なるか。ファイナルデスライブレディーゴー。死亡率 100% 達成。罰ゲーム会に新たな記録が樹立された。これ逆に敗者復活 100% ねえじゃん。希望メンバーの生前の活躍が今も目に浮かぶパクよ。そのパンツ下ろすぞ。あの旭川でもクリアは無理だったか。あんな恥をかかされて旭川は再起できるのかな。だから死んだって。約束通りレンちゃんのセンターボイコットを認めろパクね。ああ、そっか。そう、いやどうすんだろう。いやどうしたのかな。なんでもない。え、本当にボイコットすんの。 AD の山田さん、レコード店の高橋さん。いや、山田さん正直どうだっていいわ。そしてファンの蓮くん、この3人がちょっとね、みんな私のセンターに希望を託してくれている。なのに私は、おっと、これでいいんだよね母さん。いいのか。この音は鳩か。ついにやってきたか。せっかく盛り上がってたのに。無粋な国家権力どもパクね。まさか本当に警察が来たの。まあ
6人も殺しちまったし、放送休止勧告も無視し続けちまったからな。お前はすぐ捕まれ。マリコ組とかいうワンランク上のファンどもが情報を根こそぎリークしたらしい。ほんと最強だよね。あいつら S 級ハッカーとか警察関係者とか、おいらも油断ならねえ連中パクね。6人はどこ？死にました。だからあの世だって言ってんだろ。嘘だ。本当だっつーの。死んだ連中のヘアアクセサリー一式がここにあるけど、確かめるか。やめよう、それやめよう。焦げたり欠けたりしたやつもあるけど、片見分けでくれてやってもいいぜ。やめよう。死んだって、そんな本当。警察もこんな時だけ真面目に仕事するパクね。第10回 DOD、 お前らは楽しんでくれたかな。おいらはしばらく姿をくらますけど、またお会いするパクよ。あー、クリアか。はあ、終わった。はい終わりましたね。最近のアイドルデスゲームの録画時間がもう余裕で必ず1時間を超えるっていうね。はい、次が最後だ。何これ、こんなんあんの？え、まだ終わってねえんだけど。何これ。あ、そっか、隠し部屋を全部見つけたからか。マジか、めっちゃ楽しみだ。でこれで最後じゃねえわ、姫ちゃん編で。お、楽しみ。まず次姫ちゃんやるわ、次最後にこれやるわ。よし、じゃあまたね。じゃあね、じゃあね、じゃあね、はい。